少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんをお招きしています。新藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ローマ対鹿島アントラーズ、これが本日の対戦カードです。水色のユニフォームがピッチに出てきました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはローマ、バテゴロイカ、モントラ、トッチ、ハシュー、ミラサキ、トマーシ、エジントン、ザド、アウダニール、サムイル、アントン。続いてカスマアントラーズ、高桑、秋田、ファビアーノ、相馬、奈良橋、中田、熊谷、ビスマルク、小笠原、キラセ、柳沢。キックオフです。ローマ反対に右から左へ攻めるのがカスマアントラーズ。センタリング、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。中田、キラス、華麗なパスワーク、中へ上げた。ヘッドでつなぐ、ミラサキ、折り返す、奈良橋、エジント、ワンツー、果敢にスライディング、中へ放り込む、キャッチされた。バテゴロイカ、ワンツー、これはゴールキック、これは惜しい。トッチ、モントラ、届かない。さあここからどう攻める。シュート、熊谷、合わせた、バテゴロ打った、アウダニー、これは危ない、放り込んできた。ハイボールを競り合う、
中田、オフサイドにはならなかった。パーポスト。サムイル。中へ上げる。アウダニール、つながればチャンス。あーできた。ハイボールを競り合う。ここで笛です。前半終了。さあ、後半戦が始まります。これを。ヘッド。アンビリバブルゴール！ロー。カンベラ。速攻。ファビアン。マイナス方向へのクリア。多彩な攻撃を見せてくれるか。いいパスが出た。これは危険だ。ポッチ、アシュー、ワンツー、中に絞ってきた。エジンコ、アシュー、ワンツー、
エディントン。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。アシュセタービスマルク。おお、小笠原。センタリング。ドリブル中へ上げた。秋田トマース、走り込んできた柳沢。さあどちらのボールになるのか。ワンツー、よく反応しましたね。ああ、できた。アルダニー。あくまでも勝利への気概を堅持します。デルベック、攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ドリブルで上がる。素晴らしいプレスですね。ファーサイドに上げた。ローマ、窮地をしのいで勝利をものにしました。さて新藤さんに試合を振り返っていただきましょう。はい、非常に見応えのある試合内容でしたね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は新藤勝義さんを迎えてお送りしました。新藤さんありがとうございました。